社会人女性です。私は生まれつき顔が未発達の状態で生まれてきて20までに10回以上美容してきました。それでも一般的な普通の顔とは言いません。不自然さがあります。皮膚や骨の関係でこれ以上の美容整形は難しいと思いました。小さい頃から男性にじみられてきまして、それでも恋愛したいし結婚したいと思ってます。いろんな男性がいると思いますが、やはり顔は男性にとって重要ですか？なし判定されると中身を見てもらえないんでしょうか？別に顔気にしない人いっぱいいると思いますからね。整形で割とうまくいった人もいるんですけど、で年取っちゃうとあんまりその顔の多少のその違いとかってどうでもよくなるんですよね。その40、50とかになっちゃうと、まあ、シワができてきて、別になんか元々の顔がどういう状態だったのかってそこまで重要な要素ではなかったりするんですよね。で、じゃあ例えばその、じゃあすげえ見た目を気にしますっていう人と結婚したいっていうのであれば難しいと思うんですけど、なんか普通に働いてて普通に暮らしてくれる人だったら全然それでいいですっていう人も世の中にはいるので、なので出会い系サイトとかで出会おうとするとやっぱりその見た目の写真を出さないといけないっていうのがあるので、なのでなんか普通にその趣味のサークルみたいなところで、であとお金は持ってた方がモテますよ。要はその顔はどうこう置いといて、金がありません、性格も悪いです。で、年もいってますってなったら、それは顔とは関係なく付き合ってくれる人がいないって話なんですよ。なので逆に言うと、じゃあ顔がプラスにならないんだったとしても、割とちゃんとした仕事をして金がありますとか、性格がいいですとか、料理がうまいですとか、なんか他の要素がちゃんとあれば、別にまあ顔は別にじゃあプラスアルファにならなくても、他のとこがあるから別にいいよねってなったりするので、なので他の要素を増やすっていうのをやればいいんじゃないかなと思うんですけど、僕の知り合いで死んだ魚をしてるデブで性格のあるおっさんがいるんですけど、すげえ不細工なんですけど、なんか結婚してるんですよね。